なんということだ。実は私もバニーになってみたかったのに。これぞまさに親の心こしらずなってみたかったんかい。ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ということでアイナさん、行動の復旧は順調のようですね。しかし、バー作りも忘れてもらっては困ります。ちゃんとやりよりよ、ちょこちょこ。荒くれさんのやる気の胸元こそバーなのです。もしまだ進めていないのなら、設計図の中のドリンクテーブルを作っていただけませんか。設計図の場所に石の椅子を置き、石のテーブルの上に銅のジョッキを置いて、2箇所のドリンクテーブルを作ってください。ドリンクテーブルね。今地道に進めよるのにさ、なんか急にこれを早くやれよみたいなこと言われましても。こっち必要なものは、あ、石の椅子が作れる。あ、3つ作れる、やったね。はい、作ります。そしてあとは革袋が1つ。あとはまだ作れない。さあ、じゃあとりあえず作ったものを置きますかね。石の椅子どこや。石の椅子、石のテーブル、石のテーブルどれ。もう置いとるやつか。石の椅子、石の椅子が、なるほど、オッケー。この途切れてる場所に入れればいいわけですね。ここ、ここ、はい、オッケー。んで、革袋は？革袋はどこでしょう？あ、なるほど、あっこか。壁がない。壁がないよ。壁がないっすよ。間違えた。ちょ、とりあえず一時的にこれを、違う、これを置くために、ちょ、この辺から動かしていきまーす。よいしょ。あ、もうそろそろ受け取れんわ。全然取れんわ。ちょ、待って。違う、はい、よいしょ。そして、ちょっと待って、一時的やけん、ちょっとこっちの方からかっさらってきまして、ほっ、ポコッとね、よっ。これで革袋をここにさっ、どこ行った。違うの、上に、オッケー。はあ、やっとここまで。とりあえず10個受け取るやろ。とりあえず10個受け取って、これであれやない、銅のジョッキが作れるんじゃない？作れんやん。作れんやん。そんなにいるん？あ、ルビーラがいるんか。なるほどね、そういうことか。じゃあちょっと待って、ルビーラ、はい。違う。あ、そっか、ツタの実がいるんやっけ。はっ、ツタの実。じゃあこれを入れます。そして料理をして、とりあえず2個ね。はい、銅のジョッキをとりあえず2個。はい、あの手前のところを完成させたら、あっ、この依頼は完了やったよね。よいしょよいしょ。銅のジョッキー、はい、ドリンクテーブル。バーの建築が進み、鉱石の採掘量が上がった。あ、やったね。いいやんいいやん。あ、そしてちょうど報告会。めっちゃちょうどやん。ナイスタイミング。出来上がった合図かと思ったもん、一瞬。ほら、私、出てないのに、ほら、私8個取ったことになっとるよ。どう、8個、石炭11、いかんくってもできるんやん、こういうの。90個になった、すごい。40個増えたよ。あ、
と790個。思ったよりもあっという間にできそうやねん。あ、おったおった。ちょ、待って、どこへ行くの、どこへ行くの、こっちこっち。はい。わあ、素晴らしい。ドリンクテーブルが2箇所できたんですね。バーができていけば、荒くれさんたちのやる気が出ます。鉱石の採掘量も上がっていくはずですよ。以前もお話ししましたが、このオッカムル島は昔、ゴールドラッシュに、ゴールドワッシュに湧き立つ豊かな島でした。一日に何千何万と鉱石が取れ、一攫千金を夢見た人がたくさん集まっていたんです。しかし、いつしか鉱山から鉱石が取れなくなって、鉱石をめぐる争いが数多く起きました。その時です。人々の争いをなくすと言って、やってきた教団が鉱山を塞いだのは、鉱山が閉鎖されてから確かに争いはなくなりました。しかし、人々は夢さえもなくしてしまった。教団の教えに背くのは今でも少し怖いですが、私はあなたのものづくりにかけたのです。アイナさん、バー作りに行動の修復、改めてよろしくお願いしますね。頑張るよ、大丈夫よ。お、まだ何か。アイナさん、バー作りも進み、行動の復旧も順調です。そこで、この辺りでビルダーの鐘を鳴らして、鉱山街にさらなる仲間を呼んでいただきたい。鐘を鳴らせば街に人が増え、鉱石がたくさん掘れるようになる。そうすればバーも賑わうというもの。住人たちの願いを聞きつつ、ものづくりにかけらを集めるんです。そしてビルダーの鐘を鳴らしてください。なるほど。とりあえず集めますかね。ちょ、待って待って、怖い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 。え、1しかなかった。1しかなかった。アイナ、バー作りに行動の復旧進んでやるみたいね。私、このバーをもっともっと素敵にするために看板メニューを作りたいの。アイナ、あなたも手伝ってくれるでしょ。もう拒否権は。まあいいけど。ありがとう。それじゃあまずは料理を作るために部屋を作ってくれないかしら。焚き火2つと収納箱、行動にあるキノコを置いてキノコキッチンを作ってちょうだい。キノコキッチン。そうそう、壊したキノコは部屋には置けないわ。グローブで生えているのを持ってきてね。めんどくせえ。そういう感じなの。なるほどね。ってことは、この近くがいいんじゃない？ねえ、そんな感じするけど。どうなん？離れたところにわざわざ作るんすか？あ、でも、焚き火が一個ここにあるけん、ここを活用して作っていけばいいかな。間違えた。間違えた。とりあえずこれを一応破壊しまして、風呂に入りたい。うるさいよ、ちょっと。まあ、そりゃあね、汗臭くなってきたかもしれんけど、ちょっと待ってね、君ら。この辺のいらんものを破壊していきまして。何？どこから運んできてるの、それ。え？どこから運んできた？なんか外から来たんですけど、あの子。さあ、それじゃあ、とりあえず、ここに作っていきますか。どういう感じにしていこうかな。これは砂？砂だな。まあこの岩で作っていきますか。間違えた。よいしょ。こういう感じで、で、空腹で倒れそう。ちょっと待って。そんなに広々とせんでもいいかな。あれ？どこ行った？よいしょ。まあ、そんなに広々としてないか。キノコキッチン、キノコキッチン。かわいいよね、キノコキッチン。よいしょ。作ってるんです、今。勝手に入ってこないでもらえますかね。勝手に入ってこないでもらえますかね、ちょっと。ウエスタンドア。ウエスタンドアなんか低くね？もうちょっと上につけれんもんな、これ。上。高い高い高い。いや、高すぎ高すぎ。ちょうどいい位置ないん。マジでそういう感じ？まあいいけど。いいけども。で、こっち側も下がんといかんね。これ裏から行けるように。まあ、いっか。まあ、いっか。そこまで実用的に考えんでいいか。よいしょ。
まあね、実際に店とかやったらね、裏でつながってるような感じにしたらいいんやろうけど、なんかこれすごい手前にない扉、気のせいかな。よいしょ。ほら、絶対おかしかったよね。小さい空き部屋。待って、これ邪魔。ちょっと待ってね。こっ、ちょ、みんな次々入ってこないでよ、邪魔だから。あ、これ壊せないやつ、まさかの壊せないやつ。じゃあとりあえず、そっか、壊せんやつはこれで。え、運べない、もしや運ぶこともできないの。うわ、超邪魔。え、めっちゃ邪魔。まあいっか。じゃとりあえずこの上に収納箱置けばいいんじゃない。焚き火をトントン、違う、もうちょっと奥にして、はい、トントンと置きまして、で収納箱、収納箱、これをこの上とかにポンって置いちゃって、んで、あとキノコだ、キノコ、キノコは坑道の中にいっぱい生えとったよね。坑道の中っていうか、その辺にもあったんかな。まあ行こう、とりあえずキノコをね、ちょっと私手袋で、上からやっけ、上からだね。手袋で運んでこんといかんらしいけんね、めんどくせえな。破壊しちゃいかんって言ったよね。よし、気をつけて持ってきまーす。あ、落ちたやないか。まあ別に全然これでいいんやけど、下の実もとりあえず取っていきたいんよね。違う違う違う。お、イエーイ。下の実は直接食べれるけん、いい感じ。さあ、キノコ、キノコ、キノコどこや。なんかそんなに必要じゃない時はその辺にいっぱいあるんやけどね。必要な時に生えてないんよね。ないよー、キノコがないよー。どこや。でも多分取り尽くしたりとかしてないけんね。その辺にもいっぱいあるはずなんだけれども。みんなが鉱石を掘ってる横で、私はツタの実を回収していくよ。はっはっは。イエーイ、たくさん。なんか2個だけしかないような感じやのに、めっちゃいっぱい取れるけんいいよね。ツタの実。この辺にないの？なんか結構ないな。ないな。あ、あった、キノコあった。よーし、じゃあこれを持っていきますか。よいしょよいしょ。一回破壊したらもう置けんってことかな。これあれじゃね、ワープで飛んだ方が早くね、ということなので飛びまーす。これこのまま持ったままやったよね。はい、到着。じゃあこのキノコを一体どうすればいいかな。キノコキッチン。え、てかキノコをこの上に置けばいいんじゃね。ちょ、待ってね。まあいいか、ここで。小さいキノコキッチンできたよ。できたよ、できたよ。オッケー、これで。あいな、キノコキッチンを作ってくれたのね。部屋の中に菌糸が立って素敵だわ。この部屋があればキノコを育てて料理ができる。バーの看板メニューも考えられそうね。え、父親のバーのために看板メニューを考えるなんて優しいですって。そんなことないわ。美味しい料理でみんなが元気になればってほんの少し思っただけ。それに頼んだら何でも作ってくれるあなたの優しさに影響されただけよ。さーてと、この部屋で今日から料理を作るわ。メニューの開発、アイナも手伝ってね。そっか、ここで料理をして、材料を入れておけば、作ってくれるってことやんね。オッケー、オッケー。ということなので、とりあえずサボテン果肉を入れといて、はぁとか言わないで。言わないで。で、キノコも、よいしょ。じゃ、この辺のをとりあえず、はい、焼こう。ん、違う。
よっ。はい、料理しまして、でこっちの生肉も入れて料理して、であとはこの中にしまっておけば、今度からそれを作ってくれるということでしょう。オッケー。でここで作ったものもここで勝手に作るようになってくれるんかな。はい。あ、薬草のやつはできんのや。薬草はこっちだけってことかな。飛び越えた。あ、これでキノコ、あ、キノコ串、焼きキノコ。まあ初めて作ったってなっとるけど。そしてステーキー、これは、あ、これもできんのや。じゃあ何でならできるんだ。え、何でならできるんだ、ちょっとよくわからないけど。んーと、あとバーに必要なものは34個か。いけるかな、全然いけんや。びっくりするぐらいいけんや。笑う。全然だった。で、あとのものもまあまだ作れない。まあ銅がいっぱいいるんよね、とりあえず。オッケーオッケー。で、ちょい、そこの君ら、おうおう、ええな、なかなか見事なビルダーぶりじゃねえか。そんな貧弱な筋肉でよくやるぜ。最近は荒くれも増えてきただろ。そこでおめえに荒くれ専用の宿屋を作ってもらいてえんだ。小さな部屋にベッドを8つ、壺3つに宿屋の壁掛けをつけて荒くれ寝床を作ってくれ。小さな部屋にベッド8つも、めっちゃ暑苦しいやん。そうそう、荒くれは筋肉を寄せ合うとよく眠れるんだ。宿屋は小さい部屋で頼むぜ。そうなんや、そういう習性があるのね。お、レシピ。宿屋の壁掛け、旅人が宿泊する施設の目印の装飾。オッケー。ちょ待って、とりあえずお腹が空いたの私。チサノミも料理できるんかな、もしかして。お、はい、あ、できるっぽいね、これ。何の料理ができるんやろう。あ、こっちはあれか、ルビールやったっけ、何やった、なんかそんな感じの。なんかそんな感じの、え、そんな名前じゃなかったの、なんか忘れたけど、そんな感じ。なにこれ、カットフルーツ、へえ、いいやん。なんで火、なんで焚き火でカットフルーツができたんやろ。ちょっとよくわからんけど、あ、トイレしよる、トイレ、やっぱあれトイレなんやね。なるほど。あ、じゃあここをやっていけばいいってことかな。多分これで壁作っていけばいいってことやろ。ちゃんと今あるやつを利用して。はい、報告会。さあ今回は銅8個、石炭11個。お、103個、100いった、100超えたよ、やったやん。あと687個、あと6日でとりあえずいけるってことやね。とりあえずここ壁作っていきますか。よいしょ。これで多分部屋はあっという間にできるはず。よいしょー。この下に穴が開いてしまった。あー待って、こっちの下ができてない。てってって、なんか元からこういうのあってくれたら楽よね。よいしょ。これ小さい部屋なんかな。え、でかくはないよね、別に。多分。はい。これで小さい空き部屋。よかった、小さくなった。オッケー。さあ、これで、ベッド8個？今3個あるんよね。ってことは、あと5個。え、5個もあん中に？はい、5個。作ります。あ、あとあれや、宿屋の看板は？宿屋の。石の壺はとりあえず置かれてあったよね。ってことはまあいいとして、宿屋の壁掛けを一個。よし。これで。ってことは結構あれやな。
よいしょ。ぎゅうぎゅうになるわけか。はい。はい。ほら、だいぶぎゅうぎゅうや、気持ち悪いやん。そんな感じでいいんすかね。オーケーなんすかね。これちょっと方向合わせたいけん。これで。よっ。さあこれで鉢置けました。壺もある。で、あとここに宿屋の壁掛けを。壁掛け、あっとるね。はい、これをペタッ。あれ？ダメなの？これで石の壺、え？何個いるの？ちょ待って、どこだどこだ、荒くれんね、どこ。ベッドをやつ、壺3ついるんか。なるほど、オッケー。壺が3つ、あと2ついるっぽい。ほっ、石の壺があと2つ。よし、これで荒くれんね、どこ完成やね。オッケーでしょう。上から入ろうとするやつってことは、はい。そしてこの角にも、ちょ待って、はい、これでオッケーですか。え、できてない。あ、これこれがなんかダメってことかな。あれ、でも一応部屋にはなってたのか。え、どういうこと。え、何がダメなの。え、何がダメなの。1,2,3,4,5,6,7,8,8 よ。つぼも3つあるし。え、なんかこの看板の付け方がダメとか、なんかそういうのあります。あれ、看板が取れない。ちょっと待って、邪魔。待って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 、私がやめてよ。私は看板を外したいの、そこの。よしよし、じゃ君らマジで邪魔なんだけど。あ、めっちゃ戦ってくれるやん、ありがとう、強いね君ら。これでよいしょ。扉どこ行った。扉、え、扉ないんやけど。あ、これか。木の扉、宿屋の壁掛け、とりあえず木の扉。よいしょよいしょ。はい、木の扉、宿屋の壁掛け。あ、何がダメなん、ちょっと。ねえ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 。じゃあ、荒くれん寝床について。ベッド8つ、壺3つ、宿屋の壁掛け。あ、そっか、中につけんといかんのか。あ、そっかそっか。わけわからんよね、この中につけんといかんっていうの。待って、もうちょっと手前から。よいしょ。普通外やろ。ほっ。小さい荒くれん寝床で聞いたー、で聞いたー。オッケー。うおー、荒くれん寝床を作ってくれたんだな、すげえじゃねえかいな。おめえ素直だし屈託はねえし、よくよく見ると可愛い顔してるよな。お、やっと。やっと。お前はシドやゴルドンに可愛がってもらえよ。やっぱりペラは俺がいただくぜ。何の話。ダメだ。お、ゴルドンが。ゴーだ。なんだよ、ゴルドンかよ。ペロ、俺がお嫁さんにする。ペロ、誰にも渡さない。クソ、ゴルドンの野郎。頭だけどうのくせしやがって。生意気なこと抜かしやがる。それにしてもあいつ、どっからでも会話に入り込んでくるよな。どんだけペロの子の気にしてんだよ。いいやん、愛しとんやん。とにかく俺は認めね。
タリオが金属野郎と恋に落ちるのも、ネイキッドビルダーとイチャイチするのもな。いや、しないから。全然しないから。さあ、ってことで、あ、レベルが上げれるよ、やっと。きたー。でい。どうや。あ、そっか。あ、そっか。こっちや、こっち。でい、来たー。お、新しいやつが。めっちゃ走ってきたー。ビルドレベル2。やったね。新しいやつじゃなかったんか、さっきの。あ、すごい。めっちゃ増えた。誰あれ。なんか名前がありそうなキャラクターが増えたよ。新しい仲間がやってきた。え、思った以上に多いんやけど。6人増えるよ。荒くれ5人。ちょ、なんか一人ちょっと違う。ん？さらに後ろにもおる。気のせいかな。アイナはたくさんのレシピをひらめいた。わー、素晴らしい。ビルダーの鐘を鳴らして、ものづくり力を高めてくれたんですね。よっしゃよっしゃ。新しい仲間も来たみたいじゃねえか。これで鉱石を掘りまくれるな。アイアンの壁に銀タイルの壁か。こいつは少し気が早いようだが、鉄や銀も手に入れていかなきゃな。ポーカーにダーツボードも、これでバンますますにぎわうね。これで鉱山街での生活もさらに豊かになるでしょう。ひらめいたものどんどん作ってくださいね。それじゃあいいな、新しく来てくれた人たちと話をしてみましょう。話そう話そう。どうも。妙な鐘の音に導かれてきてみたら、ここはなんだ？どうなっておる？よもや坑道を作り直して鉱石を掘っておるのであるまいな。そのような教団の教えに背くこと、わしらは絶対に許さんぞ。あなた、どうしてそんな意地悪言うの？アイナをいじめないで。おお、お前は誰だ？こんなむさ苦しい鉱山街にこんなにも可愛らしい子が。私たち教団を抜けてバーを作りながら鉱石を掘ってるの。みんなもビルダーになって手伝ってくれない？いかん。ただでさえ内緒で筋肉を作ってるのに、そんなこと教団に知れたら。めっちゃ見せびらかしてるけどね、筋肉。だが、もはや内緒が一つくらい増えても問題ないかもしれんな。で、ビルダーはさすがにちょっと問題あると思うよ、教団的には。よし。あくまで内緒で鉱石掘りを手伝ってやる。わしらも今日からここの荒くれだ。僕はセルジと申します。鐘の音に導かれてきてしまいましたが、僕は教団の熱烈な信者なんです。マジで大丈夫？でも、あんな可愛い子ちゃんがいるなら、ここに住んでみるのもありですね。決めました。悪しきビルダーからあの子を守るために、僕もここに住むことにします。私が悪しきなのね。何かよからぬものを作ったら、すぐに教団に報告しますから、そのつもりで。その子はその子で料理するけどいいの？セレジとアラクレたちが仲間に加わった。セレジとアラクレたち。愉快な仲間たちみたいな感じやね。でもこれで一気に取れる鉱石の数が増えそう。今すでに100いっとるもんね。やった。金の力で仲間が増え、ものづくり力が上がりました。これで鉱石の採掘量も上がるはずですよ。すげえ、なんか私の後ろに列ができとるみたい。それにしても、ペロのあの人気ぶり。親の私としてはものすごく心配です。あの子は妻を亡くした私が男で一つで育ったシェイカーに入れても痛くない大切な娘、入れないであげてください。そんな可愛いあの子をバニーにしてバーで働かせるなんて。ああ、こうなったら私が代わりにバニーになります。そうだ、それがいい。お客さんが減ると思うよ。もうパパったら。私はママみたいなみんなに希望を与えるバニーになりたいの。アイナに変なこと吹っ込まないでよね。いい子だな。なんということだ。実は私もバニーになってみたかったのに。これぞまさに親の心こしらずなってみたかったんかい。そりゃ知らんわ。そうやとは思わんやろ、普通に。お父さんバニーになりたかったのね、とかはならないと思います。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これで料理もできるようになったし、部屋も4つぐらい増えたし、
まあいい感じやね。